僕にキスして。
カーモン、彼に罰を下して、一人の女の手に与えたもの。ユディットの書16章7。この言葉に僕は感動する。僕の胸の血が騒いだ。彼女の足元にひれ伏し泣いた。涙を流してね。彼女は笑った。なんて恐ろしい笑いだろう。別れて、二度と会いたくないわ。ひどいな。君の命令に従うよ。奴隷になる。頼むから僕を遠ざけないでくれ。君なしでは生きられないか。彼女の膝を抱き、手にキスした。そうよ、あなたは奴隷、男ではないわ。彼女は完全な冷静さでそう言った。怒らず、興奮もせず、それが最大の侮辱だ。分かったわ。だから蹴られるのが好きなのね。虐待されるほど喜ぶのね。でも今度はあなたが私を知る番よ。彼女は大股で歩いてきた。僕はひざまずいたまま、頭は上向きになり、目には涙が溢れた。そいつは狂ったみたいに暑い夏の終わりの午後だった。私は見捨てられた廃墟の庭にふと迷い込んでしまった。そこでは季節外れの花たちが日が暮れたみたいに咲き乱れていて、むせ返るようなその甘い香りに頭がクラクラした。首のない頂上、瓦礫に埋まった干からびた噴水、手すりの落ちかかったバルコニー、今では顧みる者すらいない、その庭の外れにガラスが割れ崩れかかった。見捨てられた温室がひっそりと立っていた。きしむ扉を開いて中へ忍び込むと、そこに広がるのは完全にこの世の秩序から離脱した世界。うっそうと生い茂る熱帯の植物に道を阻まれ、シダに足を取られ、茨にかき傷をつけられながらなおも進み、そしてそこに大きすぎる蜘蛛の巣を一つ発見して、笑みを浮かべ、あの人は言った。遅かったね、あなたが待っていたよって。あなたは強いから、素手じゃかなわないことぐらいとっくに知ってる。あなたを愛さなかった私をいつまでも責める気ならそれでいいさ。ねえ、嘘っぱちの愛を語ってあげる。何だって言ってあげるよ。あなたが喜びそうなセリフをオウムのように繰り返してあげる。あなたの愛の言葉をそっくりそのまま。あなたの愛の
言葉は怖くてたまらないもの。それでこれ以上私にどうしろっていうの。してあげられることはもうないのに、なぜそんなにも私を憎むの。だって君を責めることは当たり前なの。優しく扱ってもそれはそれで怒るんだね。だけど覚えといて、扉の鍵を外して呪いを解いてお願い助けて。もしそう言ったら、それはもしかしたらあなたなしで生きてなんかいけないね。どうか私を不幸をやらないで、もっと苦しめてもいいから。まだそれが望みだから。それはそういう意味かもしれない。でもあるいはあなたのことを愛してる、とっても愛してる。そばにいてくれないと死んじゃう、なんて言ったとしたら。でもそれはこんな気違いじみたこともう続けられない。だってどうにかなっちゃいそう。だから私が逃げ出してもどうか許してね。黙って逃がしてねって、そういう意味かもしれない。それは誰にもわからない。私自身にももうわからないんだから。あなたにとらわれるのもこの私にも。
Yeah.
て静かに寝顔を見守った。身長39センチ、本当は165センチ。僕の名前はルシファー、あなたのお気に入りの悪魔の衣装をつけた滝人形さ。あれもこれもこらえる、数えた生きてる僕に気づいて、でも声にはできない。ねえ僕はいつもいつもあなたを見つめ続けてた。でもおもちゃの僕には打ち明けられない。痛みも涙も隠そう、I'm not afraid to die.